こんにちは、ココビリです。現在僕は EV 練習するとき、紙の楽譜は使わず iPad に入れた電子楽譜を使っています。 EV は通常の運指に加え貝指を結構使います。なので僕は運指に迷いそうなところは楽譜に運指を書き込んでいるんですね。そこで今回は EV の運指を iPad に入っている電子楽譜に書いてみようです。それではどうぞ。使用するアプリは電子楽譜閲覧にとても便利なピアスコアです。楽譜を開いて拡大します。普段は Apple Pencil で EV の運指を書いているんですが、今回は説明しやすいようにマウスを使って EV の運指を書きます。はじめにラの運指を書きます。画面下にあるスタンプの中にある丸を選びます。そして音符の下に丸を6つ作ります。丸は EV の丸いキーを表しています。スタンプの中の黒丸を選びます。押さえるキーを黒丸で塗りつぶします。ラの運指は上2つのキーを押さえるので、上2つを黒丸で塗りつぶします。はい、これでラの運指を書き込むことができました。レの運指を書きます。レの運指は全ての丸いキーを押さえるので、丸を全部黒丸で塗りつぶします。ドの運指を書きます。ドの運指は全ての丸いキーと棒状のキー K12 を押さえます。丸を全部黒丸で塗りつぶし、その後スタンプの中の横棒を選びます。一番下の向かって左側に横棒を置きます。この横棒はちょっと長いので、消しゴムで少し消して形を整えます。ちなみに EU は右小指を使う棒状のキー K10、K11、K12 が3つありますが、僕は運指を書き込むときこれらを区別しません。右小指を使うということが分かれば、演奏中 K10、K11、K12 どれを使うか迷うことがないからです。なので丸いキーすべてと K12 を押さえるドの表記と、丸いキーすべてと K10 を押さえるレシャープカッコミフラットの表記は一緒になります。同様に左小指を使う棒状キー K5、K6 も区別せずに表記しています。左右の小指を使うドシャープカッコレフラットの運指を書きます。ドシャープカッコレフラットの運指は全ての丸いキーと棒状のキー K5 と K12 を押さえます。丸を全部黒丸で塗りつぶし、上3つの丸いキーの下のを向かって右側に横棒、そして一番下の向かって左側にも横棒を置きます。右の人差し指で K5 のみをタッチするレの運指を書きます。上3つの丸いキーの下の向かって左側に横棒を置きます。最後に一番上の丸いキーとその下の K2 キーを同時にタッチするラシャープカッコシフラットを書きます。一番上の
丸いキーとその下のキーの間隔を少し広めにとって、一番上のキーを黒丸で塗りつぶします。横棒を置きます。はい、EUの運指を iPad に入っている電子楽譜に書いてみよう。いかがだったでしょうか。ピアスコアのスタンプを使うと EUの運指をきれいに表記できるので、練習や本番の演奏中でもとても見やすいですよ。ピアスコアの電子楽譜で EUE 練習している人はぜひ試してみてください。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。それではまた。